曲外しましたね。こっちも外しました。まああのそんなサビが進んでないやつも2つばかりあったんですけど、やっぱりこのサビがひどいね。スチールはやっぱり北海道は厳しいね。こっちも全部外して、で、そうそう、このこれね、これをつけようかなと思ったんですが、実はこれ、ドア4 2枚分しかなくて、4枚つけるのだと8個必要なんで、ね、4枚だけだったらかっこいいし、まあまあそもそももともとですね、この、あのドアステップを後ろだけつけて、あの前はこれだけこうつけようかなっていうふうに思ってたんですよね。それなので、まあそういう感じになってしまいました。はい、ということで、まあ、うん、今日は洗車してドアステップを、取り外そうと、ね、で取り外したドアステップをどうするかはこれから考え、まあ前言いましたけど、ヤスリで削って塗装しようかなとかね、思っています。でもしくは錆びないような何かドアステップがあったらいいなと思って、もしどなたかあのこういうのいいよっていうのあったら教えていただけたらなというふうに思います。あと気になってるのがこのここの、バンパーのとこですね。でここも、私の、あの友人が、しゅうちゃんっているんですけどねしゅうちゃんがいろいろと教えてくれました、ね、なんだっけな、クリアの塗装を塗ってそれからやると錆びにくいですよとかね、いうふうに思います。ただ、まあ、上前のこのバーが今、ワーンのバーがまだ到着してないんで発送もしてないと思うんですけども、それが届き次第、ここも一緒にやろうかなと思っています。まあ今冬なのでなかなか、寒いので、できません、ね。まあとりあえず今日は、ドアステップを外しただけという形です。で、洗車もしましたんでね。で、いやーつって実はびっくりしたんですけども、実はうちのチンクね、チンクエチェントフィアットなんですけども、ここ怖っ、がっつり壊れちゃって、これですね、なんでこうなったかっていうと、トラックが道路 の, タイヤの周りに、タイヤハウスにごっそり雪が、硬い雪がついちゃうんですよね。で走ってるとそれが時折こう取れる、取れるっていうか外れて道路にこうコロコロってなるんですよね。それをちょっとうちの奥さんが避けきれずに乗り上げちゃったっていうかね。でそれでまあ何度もないだろうというふうに思ったら、まあそれ 2,3 日前だそうです。だからね、前見たっけ、今日給油しに行った時に前見たっけ、がっつりないので、まあこれは保険で直すようにもう手続きしましてね、しましたけど結構かかんじゃないかなと思いますまあジープはね綺麗になりましたのでね、まあいいかなというふうに思います。はい、ということで、あとは特に今日は何の話題もありませんね。ちなみにね、これはアルミ製なので錆びません。錆びませんっていうか錆びづらいっていうか、ほとんど錆びないと思います。まあ、ディフェンダーラックってあったんですけども、それはねスチールなので錆びます。でここら辺からちょっと赤いね汁が垂れてくると嫌なんで、ね、これはなかなかいいですよ。タイガーオートさんで、扱ってます、ね。まあ、ネオンさんだってフラットのやつね、もうフラットのやつもいいんですよね。まあそんなんでです。あと最近マッチャンネルさんっていうね、前々から見てたんですけども、
すごい味のある方ですけどね。で、まあ、運転席っていうか、ダイヤルのあれあるじゃないですか。ダイヤルのリング、カバーね、ダイヤルカバー。あれがね、シルバー僕はつけてたの。大体皆さんシルバーかなと思うんですけど、まっちゃんさんは、赤だったんですよ。赤がね、意外とかっこいい。意外といいなというふうに思って、もう赤もちょっと頼んでみるかなと思って、あれ、着せ替えできるじゃないですか。ね、取り替えられるので、ちょっと赤もいいな、なんか、ルビコンっぽくなります。ルビコン風。ね。もうルビコンに憧れてるのでね。ルビコンもどき。ということで。はい。ということで、そんな感じで、今日の動画はこの辺にしたいと思います。はい。それでは皆さん、ね、この辺でお別れしたいと思います。それではご一緒に。なんか口回ってません。凍って、口が凍ってます。はい。バイ、なら、バイ。ヒュー。